キース所長、ありがとうございました。では次のご講演者、在ネパール大使の西郷様、よろしくお願いします。どうも皆さん、こんにちは。ネパールで大使をしております西郷と申します。ネパールに来て約2年が経ちましたけれども、その前は農林水産省で、主に環境対策とか技術対策とかいったことを担当しておりました。その関係でいろんな国際議論にも携わったことがございましてですね、今日はそういったことのにつきましてもちょっと触れつつですね、参加させていただければと思っております。よろしくお願いいたします。まずネパールの紹介でございますけれども、ネパールはですね、このちょっと小さくて記憶ですけども、緑の地図がございますけれども、その中にインドと中国に挟まれて、北は全部ヒマラヤ山脈、チベットですね、それから南はインドということで、標高8000メーターですね、高いところ、それから、低いところはですね、70メーターといったところがですね、100キロぐらいのところにこう全部こう階段のようにこう山があるという国でございまして、日本と比べますと北海道の約2倍程度で、ほとんど山国でございますけど、南の方に若干あります。ネパールの国旗っていうのはここにございますけども、多分世界でただ一つだと思うんですけど、四角くなくてですね、こういうんで、月と太陽のマークが入っているものでございますけど、最近日本でもネパール料理屋さんが増えてきて、こういう国旗が出ているのをご覧になったらと思いますけど、あれがネパールだと思っていただければと思います。それで、ここは下の地図にもございますけども、非常に多民族の国家でございまして、山を越えるごとに、本当に車で走っていてもすぐ種族が変わるといったことを実感する言葉も違うということでございます。ただ、非常に美しい国でですね、日本人にとっては、山もそうですけども、南東部では、ルンビニというところがございまして、お釈迦様が生まれたところだといったところでございまして、非常に親しみの深いところでございます。次のスライドをお願いいたします。ネパールはですね、人口約3000万人に、去年3000万人になったといったようなことでございましたが、GDP を1人当たりでありますと、1000ドルちょっとということで、アフガニスタンを除きますと、アジアで一番所得の低い国ということになります。で貿易、要するに輸出するものがほとんど、製品があんまりなくてですね、でエネルギーから食品が全部買ってくるものですから、完全な輸入超過ということになります。で課題でございますけども、じゃあそれどうやって払ってんだということですけども、基本的には3000万人のうちですね、何百万人かがその海外で、特にインドが多いんですけども働いて、日本にも一部いらっしゃいますけども、そこに働きに行って、そこが送金をするという形でもってこれを補っているという形だと思います。簡単に言いますと、GDP をですね、見つめますと3分の1が農業、3分の1がその仕送り送金ですね、3分の1が農業、観光とかですね、その他でやっているということでございます。ただ水力発電のポテンシャルは世界でブラジル第2位でございます。要するに可能性はいろいろあるんでございますけども、今のところ、そういったところでですね、最貧困になっているということでございます。次お願いいたします。で、でございますので、ネパールの農業につきまして、若干のご説明をさせていただきたいと思いますけども、ネパールの人口はですね、3分の2は農村部に住んでおります。ただ、先ほど申しましたように、GDP は3分の1あったんです。どんどん減ってきてるんですけども、要は農村部に住んでいるのが3分の2いるけれども、所得は平均しても3分の1しかないということですから、言ってみたら単純に計算すれば農村部以外の半分の所得でやっているということになります。で非常に言ってみても非常に小規模でですね、ただものすごいちょっと写真用意してよかったんですけども、だんだん畑、だんだんの田んぼっていうのは見事にこうやってございましてですね、壮観な眺めではあるんですけども、要するに大規模化だとかそういったところはなかなか難しい。南部に一部そのインド国境近くにですね、大規模な農業で覚えますけど、
で、日本の協力もですね、結構伝統的にやってございまして、まあ、諸先輩方頑張っていただきまして、灌漑だとかそういうこともありますし、日本の結構フルーツだとか、あるいはマスだとかですね、水産業者などが持ち込まれております。で、非常に日本の協力というのは非常に、こちらでもですね、いまだにありがたがったものというところでございますし、まあ、最近では、農林水産省からですね、ご尽力いただきまして、私もありましてから、官民合わせて、45人の専門家がですね、ネパールを訪れていただきまして、まあ、研究、あるいは生産、それから加工流通、まあ、それ、カウンターパートとどのような協力が可能かといったようなことについての、まあ、打ち合わせだとかですね、させていしていただいておりまして、そのうちにいくつかプロジェクトとなっていくんじゃないかというふうなもんで、こちらも努力したいと思っているところでございます。それで、今日朝新聞に出たんですけども、ネパールの農産品輸入がですね、また増えて、輸入のうちの約 20% が農産物なんですけども、去年よりも 8% 増えているということであります。ので、まあ、農業国でありながら農業、農産物を輸入しているということであります。次お願いいたします。次、森林はあれですけども、森林面積が多いんですけど、木が生えてないところあるじゃないかっていうのがあるんですけど、だいぶ森林の伐採がある程度進んでしまったといったようなことも、まあ、あるんですけども、今だいぶそれに危機感を感じておりまして、植林だとかですね、そういったことも、まあ、あって、それこそ国際機関の援助もありますし、我が国もやっておりますし、特に我が国はですね、そのネパールの森林とかを心配されるNGO の方々、あるいは山登りで来た方々が、まあ、その後ですね、そういった植林、ちょっとずつでも寄付をして植林をやるとか、まあ、そういった活動が非常に盛んでございまして、ここにありますけど、ここは日本の養蜂会社が毎年、カトマンズ近郊で植林をさせています。私も参加していただいてますけど、ものすごい急斜面で、都会のすぐ近くでもすごい急斜面でございますので、岩やヒマラヤ山麓でやる植林作業をすると大変な、まあ、作業になるということでございます。次お願いいたします。で最近ですね、この、まあ、ネパールでございますけども、この近くのヒマラヤに関係ある国ということで、ヒンドゥクシーヒマラヤ地域といったような概念をですね、があります。で、まあ、ここは、まあ、氷河がたくさん当然あるわけでございますけど、これが今溶け始めているということでございますが、まあ、各国でバラバラにやってもダメだっていうこともあって、これまとめてやっていこうじゃないかっていうふうなことがあるんでございますけども、まあ、いろいろ各国違うと。で、この、氷河はですね、インダス川、ガンジス川をはじめとした主要河川になって、このヒンドゥクシ地方にも2億人以上住んでいますし、この水の供給を受けているのは十数億人だろうと、まあ、インドもそうなんですけど、ということで、この地域については非常に気候変動の影響を大きく受けるということでございます。ご関心があれば、ここに何かありますけど、ICIMOD という国際機関、山岳研究の国際機関でございますけども、データのない中、一生懸命まとめているようでございますので、見てみていただければと思います。次お願いいたします。で、これからちょっと、あれでございますけども、世界の食料システムということで、まあ、排出量ですけども、農業と、日本でいうとあんまり考えないかもしれません。世界で見るとですね、総排出量の 3割ぐらいは、農業、あるいは林業とかですね、そういったところが出てくるということになります。で、今日、先ほどまで、ELEP のアンバーソンから最後からご紹介ありましたような、食品ロスの話に聞きますと、まあ、いろいろ指摘あるんですけども、総排出量の、まあ、なんですかね、8% から10% は、食品ロスからの、まあ、世界の 8%、最終の 8%、9% がその食品ロスから出てくるということでございますので、これはなかなか大変なことだと思いますけども、農業はですね、非常に、まあ、温暖化の影響も受けるし、影響も与えるといったことで、いろんな排出抑制、あるいは適応策が必要になっている国でございますけども、まあ、日本にいるとあまり感じられないかもしれませんけど、農業からの排出というのは意外と多いんだといったことも気に留めていただければと思います。次お願いいたします。で、ここからですけども、まあ、毎日こう我々は物を食べていかないと生きていけないわけでございますけども、まあ、食品ロスだけじゃないですけど、そういうこと自体がですね、当然のことながら環境に影響があるんですけども、まあ、いろんな計算の仕方がございますけども、後でも出てまいりますが、
世界ではですね、たくさん作ってるんだけども、3分の1は食べられてないで無駄になっているということでございます。だから非常にネパールでもありますけども、食いや食わずやの生活を余儀なくされている方々がいるわけでございますけど、世界でマクロで見れば食品は足りているということでございますけども、まあ、その配送ができなかったりなので、あるいは先進国が主でございますけども、まあ、食べないで済んでいるといったことは、まあ、いろいろこのアンバランスの問題として問題になっているということでございます。次お願いいたします。次はですね、まあ、ですけど、とんだりですけど、生物多様性につきましても、似たようなございまして、まあ、当然のことながら気候変動との関係もございますけども、まあ、農業というか、まあ、農林水産業全体からすると、種の多様性、遺伝子の多様性といったことが、バックグラウンドでないと生産が非常に、将来の生産が非常に不安になってくるということが当然なんですけど、これがだいぶ危機になってですね、ある程度世界的な協力化していく必要があるだろうということで、ございます。ちなみに世界の農業植物遺伝資源といったことにつきましては、ITPGR という FAO のことでもございますけども、確か日本もですね、国際的に出せますよということで、4万種ぐらい確か登録していると思いますけども、ネパールも最近ですね、600種ぐらいはちゃんと供給できますというふうなことをですね、登録をしているということでございます。ネパールの生物多様性付き率が増えますと、非常にここはですね、先ほど申しましたように、熱帯からヒマラヤの頂上まで、いろんな生態系がございますので、世界中で認められ、例えば鳥で言いますと、世界中で認められている鳥の種類のですね、約 10% はネパールにもちゃんと住んでいるという、このちっちゃいところにそれだけいるということが非常にありまして、ここに、カトマンズ市内におりましても、毎日いろんな鳥に出会いますのであるんです。ただ最近はやはり日本の鳥獣害じゃないですけども、レパードというヒヨがですね、町の近くに出てきて人を襲うといったようなことも出てきておりますし、あるいは野生のトラが絶滅寸前だったのを2倍に増やせたと言ってしましたようなこともあるんですけども、意外と生き物がですね、すぐ近くにこういるというふうなこともありますけども、ただいろいろネパールにおいてもその生態系への人的な影響というのは及んでいるということでございます。次お願いいたします。話が飛んであれば、これよく食料自給率に興味のある方はよく見られる図だと思いますけども、我が国はですね、先進国なり唯一自らのテリトリーの中での食料自給率となかなか難しい構造になっているということでございまして、いろんな数字の取り方がございますけども、今まで見ますと、カロリーベースで 40% はしかなかなか言っていないということでございます。これは、このそのものはどうなんだということがございますけどもですね、やはり、食べ物は大切でございますのでですね、これから言えるのは、我が国で自給率を上げることも重要ですけども、世界と仲良くしていかないと、日本の食生活も成り立たないということをかと存じます。次お願いいたします。その中でですね、先ほどもちょっと振り返りましたけど、食品のロスについては最近問題になってですね、いろいろ新しい法律なんかができているようでございますけども、食品のロスというのはございますように、日本では610万トン、600万トン以上がロスになっているというふうに言われていますけども、国際機関で WFP というのがございますが、そこは世界中に食料が足りなかったときに現物を運んだりする機関でございますけど、その業務量がですね、年間600万トンぐらいと言われておりまして、一概に比較するのはどうかと思いますけども、日本での食品ロスさえなくせりゃ世界を救われるなんて言い方をする人も中にはいるわけで、言葉はそう簡単ではございませんけれども、そういったところはですね、気には留めておかなくちゃいけないところだと思いますし、国内でもそれは減らしていかなくちゃいけないんだと思っております。で、ここに事業系、家庭系ございますけどもですね、ちなみにネパールの例を申しますとですね、やはりフルーツとか野菜とかのですね、生産量の 40% は結局廃棄されているというふうに言われております。これは生産自体の問題もあるかもしれませんけど、ポストハーベストといって、取った後、要するに輸送道路が寸断されて輸送できないとかですね、貯蔵施設がないとか、加工流通に回らないとかですね、そういったことがあったりとか、ちょっと将来が持ってたものを地元で消費して動物に食べさせても動物が病気になったりとか、いろんなことが起きておりますけども、そういった点では日本と違った意味での食品ロスと申しますかに直面してて、政策的介入が必要だというようなことが言われているところでございます。次お願いします。何が飛んでありございますけども、先ほどアルバートさんの会見でございますけども、
あるいは本田さんのお話にもございましたけども、いわゆるその SDG ゴールでございますけども、これをまあ一生懸命みんな世界中いろんなところで達成に向けて努力をしているわけでございますが、この17個の目標につきまして、これ一つとして独立して達成できるものはなくてですね、先ほどUNEP のプレゼンテーションにはジェンダーと廃棄物といったようなことがございましたけども、すべては相関し合っているということなんだと思います。ちなみにネパールでございますけども、これは2030年までには、今、アジアの最貧国かもしれないけども、中所得国いるんするんだということをですね、目標としていろんなことをやっているということでございますけど、なかなか道は遠いんですけども、まあ、こういった中で、まあ、国によってはそういうことだということでございます。日本でいうとサステナビリティというとですね、どっちかというと環境保全の観点が強いかと思いますけども、ネパールの途上国はどっちかというと経済発展といったことが、まあ、食料で言えばですね、生産量ということの増大、あら生産性の向上が必要だけども、それだけでなくて、まあ、みんなが食べられるように、持続的にしていくにはどうしたらいいかと、あるいはもったいないことなくてどうしたらいいかということが、まあ、必要だといったことです。次お願いします。で、サステナビリティを見ますとですね、まあ、これは農水省がいろいろ調べていただいたということでございますけども、大事なことは分かってるけども、実際に関心がない人が多いという結果が出ている。これは残念というか、ですけども、確かに持続可能性ということは難しくてですね、もともとこれまあ、私も若い頃変わりましたけれども、持続可能な開発ということを世界中で言い始めたのは1970年代、80年代でございますけども、その時にですね、まあ、出てきた言葉ではございますけども、まあ、とにかく生き残らなきゃいけないということだと思いますけども、その時から、まあ、要するに環境保全の関心は先進国では非常に高く、ただ途上国ではですね、その環境保護しての先進国なんで、まず途上国はその経済発展が先であるということで、まあ、環境の保全の面、社会開発の面、経済開発の面、すべての、まあ、発展をバランスよくやっているというのがサステナビリティということでございますけども、捉え方については各国、あるいは各立場によってだいぶ違っていると思いますから、まあ、日本では関心がないという答えが多いので、まあ、若干、まあ、ありがとうございますけども、いろいろやってますよねという状態になっていると。次のスライドお願いします。で、ここからはありがとうございますけど、アフノバプロジェクトといったことをですね、農水省、環境省、あるいは消費者庁ということでございますけど、先ほどから申し上げておりますように、まあ、経済の好循環をさせるといった点ではですね、まあ、いろんな人が、まあ、まず関心を持ってですね、それで、ってことが必要だろうといったことで、この、14ページの下にございます。会う、出会うとかですね、食べるとか、そういったことを全部合わせてアフノワとかっていうございますけども、そういったことが必要になっていると。次のページでございますけども、いろいろ予測要素がございますけども、先ほどの UNEP からのプレゼンテーションでも UNEP の、 サステナビリティアクションってことがありますけど、要はみんなが各立場でですね、すべてが関係者、あるいはパートナーだといったことで、そのパートナーシップを実現するために、まあ、いろんなことを考えていくと。いったことが重要だということなんだと思います。で、今日このサステナビリティということで、この催しもその一環だというふうになっておりますけども、まあ、そういった点で、まあ、いろいろな立場でこういったことについて何ができるか考えるといったことは非常に重要なことなのかなと思っております。雑白ですけど、私からは以上でございます。よろしくお願いします。